さあ、やってまいりましょうか。世界の皆さんお疲れ様です。今日もですね、目まぐるしくこの入国ルールの動きがありますので、まあ、僕はね、あの、神戸から東京に帰ってきたばかりではありますが、今日も元気よくですね、あの、まあ、このご時世ですけども、渡航情報、最新ルールをですね、皆さんに解説をチャレンジしていきたいと思います。えっ、ー、とね、なんとこのタイミングで緩和なのかというですね、これまた皆さんも頭にハテナマークいっぱいつくと、 思うんですけど今日の流れとしてはですね、まずは強制隔離の国が増えましたから、アメリカのですね、いくつかの州をはじめとして、あと欧州圏もね、今日追加になってますから、こちらの報道と一時情報ですね、こちらバッチリと押さえていって、 であの12月5日以降にでですすすねね発動する、えー、この新しししいルールを、えーをを、ね、理解をしましょうその後に、まあ、良いお知らせと言っていいのかな。あの、まあ、な、このタイミングで、えー、来るとはですね、まあ、僕が予想だにしていなかったんですが、しかもね、これまだ報道されてないんですよね。もうメディアが多分この日本政府のですね、<laughs> あの、えー、入国ルールの動きにあ明らかに追い,追いつけてないよねっていうですね、ちょっとこちら、あの、皆さんのとこに非常にですね、これ影響あるような話 話をあの今日ね後半ではあのやっていきたいと思いますそれではまずですね強制隔離のルール変更に関する報道および一次情報からいきましょう日経新聞がですね 本日の18時過ぎに報じたので、まだですね、あの、出た、出てきたばかりの情報を皆さんにお伝えをします。インドだとか、あとニューヨークとかね、この辺りからの入国、施設待機3日間ですね、水際対策強化ということなんですけども、今回の対象はですね、米国がいくつかの州が加わるみたいです。ニューヨーク、ハワイ、コロラド、ミネソタということでですね、まあこれどんどん増えていくというね、こんな状況 なんだと思われますちょうどね昨日の前回皆さんにお伝えした、あのー、動画では。 カリフォルニアがね、追加されましたが、あの、これに加えてね、4つの州が、米国から、米国から日本入りをする方ですね、影響があるということです。そして、インドの、これもね、一部地域なんですけど、あの、一時情報ね、後ほど見ていきましょう。そして、ギリシャだとか、ルーマニアも加わるということになります。これはですね、12月5日、日本時間の午前0時からですね、こちら、あの、 入国される方、日本入国される方が強制隔離のルールが適用されることになりますから、えー、お気をつけください。 ねえ、この、まあ、松野官房長官がね、記者会見でこれを発表されたようですが、スピード感を持って判断をされるということですので、まあうん、今の日本政府の動きを見ると、どこかね、海外のとある国だとかエリアで、オミクロン株が発見されたというですね、検出されたというニュースがあると、次の瞬間に、基本的にはその比重ということなんでしょうか、あの、日本政府がですね、このリストに、こう、ね、ネフォッポッと追加をするという、まあ、こういうですね、あのー、<laughs> なんて言うんだろう。動きになってるわけです。はい。まあこれが。 あどうでしょうね。あの、正しい方法なのかどうかというのはね、僕はあの、ウイルス学の専門家ではありませんから、あくまでも皆さんとね、あの、まあ、最低限このルールを、ま、なんとかして、ま、守りつつですね、皆さんの安全なとこといいますか、あの、はい、必要最低限のですね、動き、まあ、皆さんの生活だとかに関わるところを、あの、情報発信を頑張ってるわけですけども、うん、あの、まあ、こういう動きですね、スピード感を持ってこのようにね、ポッポッポッと追加していくというオペレーションのようです。最近はですね、外務省 厚省がどうやらもうこのね追加の情報に追いつかなくなってるようで今現在動画撮ってる間はですね外務省情報更新されてませんもうね厚生労働省の方で多分ねこれ決めてるんでしょうね厚労省の方にアップされるのが一時情報の中で一番早いですあのー、ということで今日もね厚労省の情報を見ていきますけども はい、えっと、以下のですね、4つの、まあ、四つの地域と書いてるんですが、米国がですね、まあ、この中にね、あの、含まれていますから、まあ、厳密に言うとちょっと地域の数多いような、あの、見え方にはなりますけども、インドのですね、カルナータカ州というエリアですね、こちらが3日間の対象になるという、えー、この厚労省からの一時情報です。そしてギリシャですね、米国に関してはコロラド州、ニューヨーク州、ハワイ州、ミネソタ州ということで、ちらほらとですね、 ハワイでもオミクロン株が発見されたなんていうニュースがね、昼間に、日本時間の昼間にね、報道にあったりしましたから、これを受けてですね、日本政府があの着実にね、この追加をしていってると、まあもうね、世界中に広がっていて、検出をね、あのが時間の問題だとは思いますけども、まあ、このね、報道された順に、あの律儀にね、こう追加していく方向性のようです、はいえー。そして最後、ルーマニアですね。 ということで、早速ですね、ま、これの、ま、全世界のエリアをですね、はい、あの、なるべくエリア分けをして、皆さんとですね、今日の動きを改めてチェックをしていきたいわけですけども、あの、国の数も増えてきたのでね、あの、アジア圏からもう一回読み合わせしてみましょうか。えっと、日本に え、帰国入国に伴う強制隔離措置です。今現在ですね、3日間の強制隔離、そして6日間、10日間というですね、バリエーションがありますので、皆さんですね、渡航計画があるよという方については、自分がどこの国からの渡航なのか、これをね、最新情報を掴んでおきましょう。皆さんのですね、入国後の計画がですね、大幅にこれで変更されますから、僕と一緒にですね、読み合わせをしていきたいと思います。トータルで14日間になる自習 待機のうちの、まあね、この指定されたあの強制隔離の日数が必要になるということです。まずは、 アジア圏から、ね、見ていきましょう香港、えーと。韓国と香港ですね、こちらがあのもともと追加されてました。韓国が6日間の強制隔離対象になっています。12月3日からすでにスタートしているということですね。香港が12月の1日から3日間の対象です。そして本日ですね、皆さんにお伝えをするのがインドのカルナータカ州が12月の5日午前0時からの対象になるということですね。そして、えー、引き続き続パキキススタタン、ン、ン、ウズベキスタンフィリピンでパー あるモンゴルについいては3日間の対象ととうことですそして太陽州からですねオーストラリアが引き続きですけどもちょうど始まったばかりですね6日間の強制隔離対象になります北米エリアもだいぶね増えてきましたカナダのここにね表示してある各州をはじめとしてですね昨日皆さんにお伝えしたのがカリフォルニアですよね米国も このリスト入りしました。そして本日ですね、米国がさらにニューヨーク州、ハワイ州、コロラド州、ミネソタ州ということで、こちらが12月の5日から発動されるということになりますから、米国からですね、日本に帰国をされる方は特にこのあたりね、ご注意をされてください。そして中南米のエリアは、このあたりはあまり大きな動きはないですけども、引き続き6日間の対象がペルー、トリニダート、トバコ、ベネゼーラということです。そして3日間の強制隔離対象がエクアドル、 ドミニカカ共和国ブラジルアルアアゼンチンンチチココロンビアススリリナムコスタリカハイチという並びになりますそして、欧州圏いきましょう。こちら、12月頭からですね、6日間の対象になったエリアは、とりあえず今回は動きがないです。イギリス、イタリア、オランダ、ドイツ、スウェーデン、ポルトガルというラインナップですね。そして、3日間の強制隔離対象が、あこちらね、12月頭から始まったところが、フランス、チェッコ、オーストリア、ベルギー、デンマーク、スペイン、スイス、アイルランド、ノルウェーと。 というわけでして、ここにですね、本日皆さんに新規でですね2件、えー、2カ国、ギリシャとルーマニアが12月の5日からスタートされるということでお伝えということになります。 で、過去からですね、トルコ、ウクライナ、ロシアの沿海地方とモスクワ市に関しては3日間の対象になっていますから、こちら引き続きということですね。そして中東エリアです。イスラエルが12月頭から6日間の強制隔離対象ですね。そして前回の動画でご報告済みです。アラブ首長国連邦とサウジアラビアが12月4日付、えー、午前0時からですね、こちら適用に、えー、ちょうどね、今なったところですね。はい、そしてアフリカということですけども、こちらがですね、 でまあ今回のオミクロン株のまあ発生発生源なんじゃないかともね言われていますけどもあのこのあたりはですねだいぶ厳しめの措置に今入っているということでえっ、ー、と10日間の強制隔離対象国ですね読み上げていきますエスワティニジンバブエナミビアボツワナ南アフリカレソトザンビアマラウイモザンビークアンゴラというところになりますでこちらのですね今読み上げた 10カ国に関しては、在留資格保有者の再入国も禁止されますから、あの、こちらもですね、十分ご注意をされてみてください。といってもね、今、外国籍の方が短期滞在ビザがね、あの、無効になってしまったりだとか、皆さんからもね、だいぶ多くのコメントをいただいているので、まあ、この国に限らずね、今、外国籍の方が、何らかのね、特段の事情で日本入国するハードル自体が、だいぶですね、今、 上がってると言わざるを得ないですよね。このエリアに限らずということですよ。これはね。はい。アフリカのエリアが続きますが、3日間の強制隔離対象の国が引き続きですね。ナイジェリア、フランス領のレ,レユニオン島、あとガーナですね。 はい、これらが12月の頭から強制隔離3日間スタートしてるということですそしてあの過去からですね計上されてるケニアとモロッコも引き続きというねこんな理解でいいんだと思われます。はいということでとりあえずですね12月5日の午前0時から発動する国も全て含めて今読み上げをねしたところではありますがここからですねあの皆さんの 渡航。これね、あの、どの国から渡航するのかによって、だいぶ影響するんですけど、まあ、良いお知らせといって、 っていいのかなこれどうでしょうね。まあ受け取り方によってね、いろんな捉え方がありますが、差し当たり、特定の国から日本に入国をされる方にとっては、プラスのお話がありますので、これね、やっていきます。僕がですね、今日その厚労省のウェブサイトの変更点をね、チェックしていたわけですよね。今お伝えした通り、強制隔離の対象国が変更になりましたから、これね、どこがどう変わったのかなと見ていたらですね、全然違う場所が更新されていたで んですよでこれねメディアもね多分これ触れてないんだと思いますよちょうどねこ,これです皆さんちょっとね注目いただきたいのが水際対策強化にかかる新たな措置カッ21による待機場所ってもうこのタイトルちんぷんかんぷんなのでもう勘弁してくれという話ではあるんですけど大丈夫です僕がですね皆さんにバッチリ分かりやすく解説をしていくので、えー、詳細をですね見ていきますけどもあの端的に結論から言うと3日間の強制隔離の エリアの一部、一部分なんですけど、あの、結構ありますよね。3日間の強制隔離対象って今ね、読み上げましたけど、結構な数あるんですよ。で、これがワクチン接種証明書を持っていれば免除されますというですね、いわゆるはこれ緩和措置と言っていいんでしょうかね。 まあ、いい、いいでしょうね。あの、免除だからね。まあ、緩和の一つですけども。ちょっとこれ読んでみましょうか。水際対策強化に係る新たな措置、括弧17に基づいて、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機対象となっている指定国地域から入国帰国する方のうち、以下の条件を満たす場合には、あの、検疫所が確保する宿泊施設での待機及び入国の3日間、3日目の検査を求めず自宅等で14日間待機することになります。 まあちょっと長いんですけど、単的に言うと、3日間強制隔離の対象国の人たちがですね、以下の条件を満たせば、以下の条件というのが、このワクチン接種証明書を保持していればですね、 これ免除になるという、こちらの措置が突然更新されました。で、これね、更新日とか書いてないんですよ。いついつから始まりますよとかね、なんとかで書いてない、あ、一応書いてあるか。これ、12月3日付ということで、えっと、こちらにですね、頭に、あの、ちょっと書いてありますね。12月3日付で更新ね、いきなりされたということで、メディアもまだね、このあたりは報じられてはいないんでしょうけども、 あの3日間の強制隔離がですねどうやら免除になって14日間待機に即移行するような、ね、措置が開始されるということですね、これ見る限りだと。で、ただ、これ、ワクチン接種証明書を保持している必要あるよというあお話であるんですが、もう一つ重要な点こ、こちらです。オミクロン株に指定されてる 国は除きますよと。ここに滞在していないことが条件ですよというですね、この条件が加わっておりますから、はい、えー、こちらをですね、チェックしていくと、まあ、だからこういうことですよね。僕がね、これオミクロン株によって強制隔離対象になったエリアがこちらになりますから、あのー、 だからそうじゃない国ですよね。これらは対象外ですよ。このね、あの、色がついているところですけども、あの、 青色とかね、赤色。こちらがオミクロン株の対象になっていますけども、あの、こちらではない国ですよね。要するにアジア圏だと、パキスタン、ウズベキスタン、フィリピン、ネパール、モンゴルとかです。あとは、中南米エリアがブラジルを除くですね、まあ、ペルーだとかアルゼンチンとかね、あの、このブラジル以外の国という受け取り方でね、いいんじゃないかと思います。あ、ちなみに、こ6日間の対象は多分ね、ダメだと思いますね。3日間の対象だから、そっかそっか、ペルーとかね、えー えー、こ,この3カ国はダメですよね対象外ですこれはねだから3日間の強制隔離対象でかつオミクロン株の、まあ、ブラジルみたいな、ね、ものではないという国が対象になりますからエクアドルドミニカ共和国アルゼンチンコロンビアスリナムコスタリカハイチ からですね、入国される方は、3日間の強制隔離が、ワクチン接種証明を持っていれば免除ということになりますね。欧州県だと、ちょっとこれ少ないんですけど、トルコとウクライナと、あとロシアのここにね、表示している地域です。あとはアフリカのケニア、モロッコというですね、このあたりから入国をされる方はですね、あの、まあ、3日間の強制隔離対象が、まあ、これまでね、 あの絶対必須だという、このレギュレーションに12月頭からなっていたものだというふうに、僕はこの厚労省のね、あの指定を見て理解をしておったわけですけども、このたびですね、どうやら、この、ここについては、あの、免除の対象になるというね、ですねこの緩和措置が、まあ、いわば復活するということなんでしょうね、11月の段階で敷かれていた緩和措置が復活するということでいいんだと思います。 えと有効なワクチン接種証明を保持しているということでですねちょっとこのうんと細かなね条件に関してはあの書いてありますから皆さん自身であの厚労省のですねあのこのルールを読んでみてくださいねあーということではいあの特に。えー この該当する国から入国される方、特にね、我らがフィリピンも入ってますからね、フィリピンから日本にね、年末に帰国するよなんていう方も、あの、何人かコメントでいただいてますから、これらの方もね、14日間の待機措置に移行できるという、まあこんな理解でいいんでしょうね。まあ、どうなんでしょうね、これは。あの、まあ渡航、僕がまあ渡航する立場であれば、 助かりますよねねこれね自宅待機に移行できますからある意味助かるということですけどもその何て言うのかなオミクロン株ってもうなんかもう毎日追加されてるじゃないですかでもう絶対蔓延し,してるじゃんってあんま適当なことも言えないけど、まあ、でも蔓延してる。 してぜ、してないってもありえないでしょっていうのは多分誰しもがわかることなわけでして、その中でですね、日本政府が多分ここ、なんか微妙にここだけついて緩和してくるっていうのも、どうもね、このロジック、 が理解しづらいわけですよきるか、できればですね、もうそのオミクロン以外にも変異株でもたくさんあるわけですよ。だからそれらの脅威を極力ね、低くすることが本来大事であればですね、まあその、いわゆるね、強制隔離の、まあ10日でもね、14日でもいいんだけども、そっちの方にね、倒していくということを、まあやっていくんだろうなということが見える中でもですね、 あの、微妙にこの緩和をしてくるというね。しかもこう、<laughs> あの、案内がこう分かりづらいというですね。まあまあ分かりづらいのはしょうがないんだけども、えー、こういう動きがですね、ありましたということで、なかなか、この日本政府のですね、あの、打ってくる手が、 想定外のことをやってくるもんだから、あの、まあ、これまたね、まあ、僕も皆さんに解説のしがいがありますということなんですけども、おそらくですね、これや、やらざるを得ない理由があるんだと思います。あの、視聴者のですね、エリーヴさんから、まあ、こんなニュースあるよなんてね、コメントを、あの、教えていただいてね、僕も気づけたわけですけども、あの、こんな興味深い動きがありました。多分ね、これが今日本政府の中で起きている実態だと思いますよ。このね、 あの、強制隔離施設、あの、ホテルの部屋が足りないっていう話なんですよね、おそらく。で、あの、これも12月3日付のですね、金曜日の夜に出た記事ですけども、これもね、速報の一つとして皆さんにお伝えをしますが、待機施設2000部屋拡充をするというですね、日本政府の動きがどうやらあるようです。で、この2000部屋も含めると、合計で9530部屋になるようなんですよ。 で、これで足りるのかどうかね、皆さんちょっと僕はあまり細かくは、あの、計算式はここ、出すことはしませんけども、皆さんなんとなく想像してみてくださいよ。1日あたりの入国者数3500名に、あの、減らしますよっていうことをね、絞りますっていうことを言っていて、おそらくそれが達成できないもんだから、このね、新えー、フライトの新旧予約を停止したりだとか、まあこれ復活しますけどね、えー、停止をしてみたりだとか、あとね、この短期滞在ビザ 配偶者のね、皆さんも対象にした短期滞在ビザをですね、突然効力無効にするみたいな、これまたその、理解が難しいとね、まあこれ意見割れるんでしょうけどね、ただ当事者からしたらちょっとね、理解にだいぶ苦しむような措置までをもう、この、せざるを得ないみたいなね、ことになっている中で、 ホテルが足りないってことになってるはずなんですよ。なんでかっていうと、3500名を割れてないということは、毎日その数は入ってくるということです。で、全員が全員強制隔離の対象ではないでしょうから、 まあどうですか ?3500 名のうちどうなんでしょうまあ日々増えてるんでしょうね。でも、あの、強制隔離対象が、まあ1000人とか1500人とかねい、いるわけです。その方々が3日間とか6日間、10日間みたいなことをね、宿泊してその部屋が抑えられますから、まあどうですかね。1万部屋あった時に、それがオペレーションとしてね、足りていくのかどうかっていうのは、だいぶシビアなところを今日本政府がね、あの、綱渡りをしてるみたいな様子が伺えるわけです。そこに来てですね、 なんとかこの部屋をあの開けなければならないと、まあ、かあの確保しなければならないということですよあ足りなくなったらもう入国させられませんからね、えー、だからまあそうならないようなレギュレーションをなんとかね敷きつつ、えー、綱渡りをしているのが今現在の日本政府の姿なんじゃないかなと思うわけですねまあこれなんとなくね数時間を見るとまあそうだと思いますうん だからね、今、日本がどうですか中国とかね、香港だとかがやってるような、もう隔離措置を徹底する方向に、どうやらね、着実に倒していくというですね、今日の あまあ動きなんか見るとそんな気もしますけどねハワイで検出されたって言ったらその日にはハワイを追加してですよやってきてるわけだからどんどんねこの強制隔離をしてリスクを担保する方向に動いているようには見えるんだけどもただその物理的な部屋の数が足りてないわけだからあの、まあ、事実上ですね どうなんですかねこれらの国をあの自主退にするということはある意味こ,こっちはこっちでウィズコロナ系にねまあそのリスクを取って入国者を受け入れるという方に倒しつつですねたや厳しくしていくみたいなですねまあそのどちょっとどっちつかずなやっぱ状況になってるので相当ですね今判断が迫られているそんなですね時期に来ているとまあ見ざるを得ないのが今の日本の状況なんじゃないかなというふうにまあ今日はね この強制隔離対象国、この追加の記事と、ですよえそして部屋がま足りないとは書いてないけどまあ拡充をしていくんだと、それがですねまあ1万部屋、ちょっと入国者数とねの数とねちょっと軽く計算してみると、なんか計算合わないぞみたいなことのがうかがえますから、これが今のね日本の入国権益で起きている実態なんじゃないかと思います。もううだろうその 日本政府のですよ。まあ、皆さんも別に悪気があってね、やってい,いるわけではもう決してないでしょうから、うん、ま、悩みながらやってんだなというふうにこれ見ても思いますよね。はい。あのま、それ以上にね、悩んでいらっしゃる方が、あの、海を越えてね、あの皆さん本当お集まりいただいてると思いますので、あの、頑張っていきたいわけですけども、一応ね、今日、今現時点で最新情報として、あの、お伝えできるですね、動きについては、こんな感じでまとめをさせてもらいました。 ちょっとね、あの、本当は動画でいろいろ補足をしていきたいことがい,い,いっぱいあるんですけども、皆さんからね、ご質問ともいただいて、なかなかですね、この日々の動きが激しすぎて、なんとかこのね、最新の動向についていくのがやっとですので、あの、ま、またね、週末になればどうかな、厚労省の皆さんもね、あの、休,、えー、休日を取ってくれるのかな、更新は一旦止まるのかどうかわかりませんけども、まあ、その隙にですね、またその皆さんが疑問に思っているところをちょっとね、キュッとコンパクトにまとめながら、 あの動画化をですすねしていいきたいなと思いますはいそんな感じで、えー、今週のですねもう今日はまあ金曜日末ですけどもとりあえずね今日中、えー、今日付で、えー、起きた出来事についてまとめをさせてもらいました今日の情報が役立ったという方はチャンネル登録をしてまた次回の動画でお会いしましょう大好きでした